全てを破滅に導くというグランドフォールから世界を救うため旅を続けるリッド、ファラ、キール、メルディ、彼らが旅の途中で立ち寄った海上都市ベルカーニは多くの謎に満ちていた。地下に潜むメレイドの福音の目的は、そしてリッドたちを待ち受ける運命とは。かくて説話は佳境へと突入する。ダメ、治癒効が効かない。おそらく剣に特殊な薬が塗ってあったんだろう。俺は大丈夫だ。それよりコリーナはどうだ？怪我とかはしてないけど、全然起きないよ。そうか。あれは街では何が起こってるんだ？ベルカーニュに住む全ての民に告ぐ。時は満ちた。今こそネレイドの神のもとに立ち上がるのだ。つまりこの島に住む人たちはみんなネレイドの福音の手下ってことなのか？全てとは言わん。大陸から来ている者もいれば、エクスシアに従わぬ者もいるだろう。それにかつてはエクスシアに対抗する組織もあったというが、ともかく島民のほとんどはセレスティア人を祖先として生まれ、そして今でもインフェリアを憎んでいる。なるほど。しかしなぜそんなことを？で、これからどうする？とにかく大将令を取り返さないと。しかし島の人間全部が敵だからな。とりあえずどこかに身を隠そう。近くにある無人島がいい。無人島って泳いでいくの？コリーナがこの状態だからな。ネレイドの神に栄光あれ。エクスシア様、いかがなされました？構わぬ、報告を続けよ。は、島民たちの武装化は着々と進行しております。また島内のインフェリア人は全てこれを確保、収容所へ送還いたします。また島民でありながら我らの計画に賛同せぬ者たちにも同様の措置を取っております。大将令は未だ不安定なる状態。総攻撃の開始までしばしの時が必要です。それまでに全民兵を動員し、リッドハーシェル一味を捕らえるのです。もちろん生死は問いません。怪我人をおとなしくしていろ。追ってこないみたい。まだどこかに隠れていると思ってるのかもな。ん？じゃあな。マローヌ！マローヌ！パラ！マローネは友達なんだよ。一人で行かせるわけにはいかないよ。ファラ、キール、あと頼んだぜ。え、行こうぜ。手配中のマローネ・ブルカーノ。その通りだ。慌てるな、降参するよ。
しいよ。マローネならあんな連中に捕まるはずないよ。ああ、ん？あれを使おう。うまくいったろ。うん、いけるいける。さてと、いや、あんまりいけてねえや。どうしてよ。マローネたちどっか行っちまった。そんな。どうした？エクスシアに伝えてほしい。マローネ・ブルカーノが私との謁見を求めていると。わかりました。彼女をタステクの部屋に通しなさい。くれぐれも失礼のなきように。承知しました。お待たせしました。エクスシア様が。失礼しました。エクスシア様がお会いになられます。わかった。ここは前に来たことがあるわね。大勝利だ。あれは？顔を見せるがいい。いつから気づいていたのですか、私の正体に。初めて対面したその時から。なぜその時に声をかけてくださらなかったのですか。そなたの真意を測りかねた。そなたの父タステク・ブルカーノのこともある。裏切り者の娘は信用に足らぬと。そなたの父の家系は代々我がネレイドの福音において優秀なる幹部であった。生き残った我らだけでは長きにわたって存続することは不可能であり、インフェリア人と交わる屈辱も致し方なかったが、我が近しき者にはより血を濃く受け継ぐ者どもが必要であったのだ。だがタステクはインフェリアとの共存などという愚かな考えを持っていた。そしてネレイドの福音を、島を捨て、インフェリア人の妻とその間にできた子を連れ去っていった。そう、物知りだったお父様、優しかったお母様、三人で大陸を旅していた。お母様のふるさとを目指して、あの時まで。その父も母もすでにこの世にはおりません。この島のこと、ネレイドの福音のこと、幼き頃父より聞かされておりました。確かに父はインフェリアへの報復行為を虚しきことと言っておりました。しかし私は父とは考えが違います。どうかこの私をネレイドの福音にお加えください。
それを信じろと。父の面影があるとはいえ、そなたは孫を肩なきインフェリア人。ましてあのタステクのことなれば、信ずるに足るという方が無理な話。お疑いになるのならば、リッドハーシェル一味の始末、この私にお任せください。奴らを亡き者にし、彼らの手の内にあるコリーナを取り戻しましょう。コリーナを？それには及ばぬ。大奨励を手にした今、あの娘に用はない。そもそもあの娘を我が子と偽り育てたのも、すべては大奨励を手に入れるがため。コリーナ、エクスシアに騙されてたんだ、自分の娘だって。ひどい。親子の譲渡で利用する、その冷徹さ、深く賛同いたします。よくぞ申した。どうやらそなたは信ずるに足る者のようだ。マローネ・ブルカーノ、表を上げよ。マローネ、母さんは？そっか。お父様が！ベルカーに止め。お父様！そのエラーラこそ我らが同胞の証。いいえ、これこそ。これこそ私が父の子である証。見抜けなかったのですね、我が影を。そなたの両親を殺したのは異形のものとか。とぼけるな！あのモンスターどもはお前が差し向けたんだろう！父の口を封じるために。探す手間が省けましたね。大将令が目の前にあるのに。どけ！マローネ！エクスシアはどうあってもこの手で倒す。マローネ。潮時だ、手直すしかねえ。行くぞ、バラ、マローネ。引かん！落ち着くんだ、マローネ。今戦っても犬死にするだけだ。命など惜しくはない。待てよ。バカ言うな。ここでお前が死ねばエクスシアの望み通りになるんだぞ。マローネ。茶番を。バロスター逃しはせん。ああ、で、大丈夫なのか？前に受けた傷がまだ完治していないんだ。頑張って、バロスさん。あれは…逃げろ、バロスさん。先生、動きましたぜ。こちらからは出せるのか？まだ無理です、人手が。こんな時に。私が行きます。あんたが？
マローネ、速度を落としてくれ。どうするつもり？わかった。今だ！元気になったら伝えてくれ。私が惚れていたって。ついでにお前にも惚れていたぞ。何言ってんの？まさかマローネ。じゃあな。ちょっとマローネ、マローネ、そんな。リッド、マローネが。何？リッド、ファラ、この命はお前たちを生かすために、父が私にしてくれたように。マローネ。お父様、お母様。悲しき過去を背負った少女は、愛すべき友のためにふるさとベルカーニュに散った。かくて次なる説話を待て。